運命は、高田露伴が雄大な女子市長で描く文語体の歴史小説。書質は、雑誌、改造1919 19年4月総刊号に掲載。1398年、明朝の大祖工部三角が報じ、孫の県文帝が即位した。心優しいが清穴22歳の皇帝だった。皇帝の治安定のために、側近の帝臣たちは、 実力のある皇族たちを相次いで粛清したが、やがて叔父である、大祖大四支援王と皇帝の座をめぐりおいた叔父との激烈な戦い、西南の役となった。県文帝は追われ潜伏思想となり、雲南の地などを何十年と流浪せるも、平和な一生を送ったのに対し、永楽三角は長く在位せるもいささかも、安穏の日はなく、晩年も遠征が、相次ぎ、その最中に病により報じた。 民史や民主記事本末などを元にしたフィクションであるが、当初作者はこれを中は事実と思っていたようで、岩波文庫で再刊に再始末で、これは史実ではなかったと、後で知ったと思うと記している。助手で、露伴全集も編纂した、塩谷さんは、電気、高田露伴下巻の運命の章で、当初の表題は定数だったと述べている。高島敏夫は、露伴、 運命と、見聞で某伝説で、本作品と中国の歴史家たちの研究との称号を、してみると、発表時に、谷崎純一郎、斉藤茂吉や小泉晋三等がその、文体に感激したという、この試伝は、元ネタの、民主記事本末を、漢文訓読文で単純に読み下したものに過ぎず、文学的に評価するのは、おかしいと主張している。なお、露伴が、 執筆時に事実と信じていた、ルロー説は、今日では、伝説に過ぎず、歴史的事実ではないとされる。中国文学者の稲見律子は、直接高島の論には、触れず、露伴は主者選択し描いていると評価している。文芸評論家の福田和也は、露伴は、たくさんの中国の文献を読んではいるが、解釈も、意味付けもせず図書館のように並べているだけだとする。 高島の批判に対し、それだからこそ、すごいんじゃないかと思う、批判しているつもりだけれども、それは逆に、露伴の凄さを図らずも示している。運命は、本当にいいものです、と述べている。作家の田中洋樹は、現代文に創作も交えりライトし、ジュブナイル形式で、運命二人の皇帝を観光している。なお田中は、大学院で露伴の歴史文学を研究して、 論文も書いており、中世、近世の中国を舞台に多数の歴史小説も刊行している。運命は自身の著作活動の原点であるとエッセイ、対岸集で述べている。主に古代中国を題材に歴史小説を書いている宮城谷正光も随筆集で作家の立場から運命を論じている。宮城谷が尊敬する古代中国研究の石学。 白川聖は若き日の愛読書に挙げている。高島都市をしくじった皇帝たち後半に書集。上記にあるように、岩波文庫観光時点では、露伴もフィクションと認識している。高島も触れている。稲見律子、高田露伴の中国小説、岩波書店、文学2005年1月プラス2月号。なお井上昭一との共編で、高田露伴の世界がある。 磯崎慎、福田和也、空間の行間書版は、運命二人の皇帝が、公明月。審判は、田中良樹の運命二人の皇帝、書物の森でつまずいて、364から388ページに、本作をめぐり青木玉とも対談している。宮城谷正光全集、第21巻文芸春秋を参照。ありがとうございます。